はい、あのこの、えー、セッションの座長を務めます、イデインの今井と申します。よろしくお願いします。で、まず1件目のご講演ですけれども、トランスパァーラーニングバイア・ヤロワン・レギュラリゼーションというタイトルで、えー、とこちら、n、え、e ー、New、l i p s 2 0 2 0というあの国際会議で発表されたものです。n e、えー l i p s は、機械学習と、えー、ニューラルネットに関するトップカンファレンスで、 まあ、ここ数年、もしかしたら世界で最もホットだった国際会議かもしれません。でこちら、えっと、東芝の高田さんに、えっと、ご講演いただこうと思います。それでは高田さん、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。高田と申します。今、えっと、画面共有いたしますので少々お待ちください。 えーとまあ、ご覧になられてますでしょうか。問題なく見えていますあ、はい。ありがとうございます。いはい、では、えーっと、私の発表を始めさせていただきます。えー、っと東芝の高田と申しますあの。本日はこのような発表の機会を与えていただいてあ,のありがとうございます。 えっとこの研究は、えーっと、統計数理研究所の藤沢先生との、まあ、共同研究になっていまして、あの去年のニュ、えーリップスに採択された内容になります。えー、っと、ちょっとすみません。いはい、で、えーっと、研究内容としてはあの、スパースモデリングと転移学習を組み合わせたような。 話でして、あの論文としては少しあの理論寄りの内容なんですけれども、あの本日はそのモチベーションとか方法論を中心にお話しさせていただければというふうに思っております。で、えー、と最初にあの論文の概要を述べておきます。<laughs> 本論文では、あの環境が変わり続ける中で、モデルをいかに更新すべきかということについて考えました。で例えば、そのデータの傾向変化を把握するために、 毎週定期的にこう回帰モデルを推定しているというあのシチュエーションを考えます。で、この時にこに前回のモデルを最新のデータの傾向に沿うように、いかにこうモデルを更新するかということについて考えます。で、このような問題に対して、我々はスパースモデリングを用いた理論保証付きの転移学習法というものを提案して、まあ、その有効性を示したというものになります。 この手法のポイントとしては、あのまあ、2つあるかなと思っていまして、まあ、1つはあの、まあ、シンプルな方法なので、あのいろんなところへ応用できるかなという点が1つです。でもう1つは、よくある理論保証のないアドホックな方法ではなくて、あのクリアなあの理論保証があるので、まあ、安心して使っていただけるかなという点が、まあ、もう1つのポイントかなと思います。 でえーっとまあ、本日はその、まあ、そもそもスパースモデリングって何ですかという話から始めて、えー、なぜこういう研究課題に取り組んだのかで、どういう方法論を提案しているのかといったところをお話しさせていただきます。で本日の目次は、まあ、このようになっていまして、まあ、もうスパースモデリングの話をした後に研究を紹介という流れで説明していきます。 でまずあのスパースモデリングって何ですかという方もたくさんいらっしゃるかなと思いますので、まあ、どういうものかというのをご説明します。でまあ、スパースモデリングスパース推定といううに言われるんですが、これ何かというと、一言で言うと、パラメータの推定と変数選択を同時に実行する方法論のことです。でまあ、あの最もシンプルな あのモデルであるあの線形回帰モデルを考えます。でスパース推定というのは、まあ、この回帰係数の推定値がスパースになる。まあ、スパースというのは、そ、ま、う、あ、という意味なので、0、えー、が多くなるように推定するという意味です。なので、スパース推定を行うと、推定値0が多くなって、 有効なパラメーターが少なくなるということになります。でまあ、このようにこう0と推定してやると、最終的にアウトプットにはそのえっとパラメータが出てきませんので、まあ、スパースなモデルができるというわけですね。で、えっと、パラメーターをこういうふうに推定するときに、有効でないパラメーターを0と推定してやって、まあ、変数選択を同時に実行するというような方法論のことをスパースモデリングというふうに呼んでいます。 でこのスパースにすると、なぜ良いのかということなんですが、2つの観点があります。1つはモデルの解釈性です。でまあ、あのスパースモデリングを行うと変数選択が行われるので、そのノイズ,のノイズのとなる変数を除去して、重要な変数を同定するということができます。 これオッカムのカミソリの話と同じように、その不要な部分を削り取って、必要最小限で物事を説明する,するということになります。なので、まあ、モデルは少数の変数だけが最終的に現れますので、解釈しやすくなりますし、まあ、その科学とか産業での、まあ、現象理解とか、意思決定とかにを、まあ、試行したようなモデリングには、まあ、非常に有効に働くというものになります。 それからもう一つの観点としてはそのデータの高次元性があります。まあ、高次元だったりとか、商、まあ、標本あの、サンプルサイズが小さいようなデータではその、一般には繁華性能の高いモデルを推定するというのは難しくなるわけなんですが、まあ、あのスパースモデリングをして、少、まあ、数の変数に限定することで、その科学史を抑制して、まあ 比較的高い性能のモデルを推定することができるようになります。で、まあ、どういったところにこのスパースモデリングが使われているかといいますとここで4つあの簡単にご紹介したいなと思っているんですが、えっと、まず1つ目はあの私があのよくあの仕事でこういうことをやっているんですけれどもその工場やプラントの品質管理ですね。 あのまあ、こういった工場とかプラントの中には非常にたくさんのセンサーがついてますので、まあ、このたくさんのセンサーを使って階級モデルを作るということをよくやります。で例えばこの品質特性の値をこういろんなセンサーを使ってモデリングしておくとその、まあ、どのセンサーがどういうふうに 品質特性に影響を与えているかというようなま要因分析なんかもできますし、あるいはその測定が難しいような品質特性に対してまそれを予測するようなソフトセンサーを作ったりすることもできます。まあ、いろんなこう使い道があって、非常に多くのセンサーからその重要なものを同定しつつ、回帰モデルを作るという。ところで、スパースモデリングがえまよく使われています。 でその他にもいろんなあの応用がありまして、まあ、例えば太陽電池の、まあ、変換効率の良い太陽電池を作りたいといったときに、まあ、いろんな材料特性とか、その非線形の変換をした特徴量を作っておいて、まあ、スパースモデリングをしてやると、まあ、どういう因子がこの、えー、変換効率に寄与するのかということが同定できるので、まあ、それをあの材料開発に使うといった研究もありますし、 高次元データという意味では、まあ、遺伝子のデータなんかは非常にあの、まあ、高次元あの変数、まあ、遺伝子の数が非常に多いので、まあ、その中でその、まあ、がんの罹患有無に関連する遺伝子はどういうものがあるのか、まあ、遺伝子の発現量とどういう関係があるのかといったところで、まあ、スパースモデリングが使われていたりします。で最後はこうあの ブラックホールの殺像にも使われているというちょっと変わった例なんですけれども、まあ、なんかこ,のあこの画像はそのブラックホールを世界で初めて捉えたというので、えー、っと2年前くらいに,あの話,題にな少し話題になったあので、あの私もこれに関しては詳しくはないんですが、ここの黒い丸になっているところが、まあこ ここにブロックがあるというのものらしくて、まあ、この画像を復元するのに、実はこの中でスパースモデリングが使われていたりします。でまあ、こういろんなスパースモデリングというのがまああの裏で使われていて、いろんな応用がされています。で特にまあ解釈性とかその高次元データを扱うといった場面でよく使われる方法になっています。 でちょっと長くなってきましたが、えーっとあ、じゃあどういう方法なのかというのを技術的な観点でもう少しあの、えーまあ、簡単にではありますが、えーっとえー、説明しておきます。でまずあの線形回帰モデルの復習からなんですけれども、まあ、説明変数を x として、まあ、n 行 p 列あったとして、まあ、目的変数 y で回帰係数が β だとすると、まあ 線形回帰モデルは y イコール x ベータという形になります。で、まあ、この回帰係数を求めましょうという話になると、その最小事情法を用いて、この事情誤差を最小にするベータを求めればよくて、まあこういうふうに書き下せますよというのがまあ一番あのオーソドックスなやり方ですね。で、じゃあ高次元データの場合にどうなるかというと、まあ、これが実はできなくなっていて、まあ 何かというと、ここの x.x X インバースのところが、まあ、こう逆行列が取れなくなってしまうので、まあ、高次元データだとこんなことはできないということになっています。でそこで登場するのがまあス,カスパースモデリングのまあ代表的な手法であるラッソですねで。ラッソは何をやるかというと、この事情誤差に L1 生息化をつけて最小化をするという。 まあ方法です。まあ、ここ、事情誤差ですけれども、まあ、ここはもう少し、えっとまあ、一般化できるんですが、一番簡単なあのあのシンプルなあの定式化としてはこういった形になります。L1 整則化っていうのは何かというと、あのこの回帰係数の絶対値の和です、ね、にこうハイパーパラメータのラムダがついています。でこういうなんか正則化をつけることで、その まあ、高次元データにもあの適用できるようになりますし、まあ、さらに嬉しいのはモデルがスパースになるということです。まあ、つまりそのデータの多くの要素はゼロになってくれるようになります。これはあの、まあ、直感的にも実は理解できまして、この一番上の式で、まあ、2次元あの変数が2つだけの場合にこうちょっと違う形で書き下すとこんな形に なるんですけれども、まあ、これ何を言っているかというと、まあ、こういう条件の下でこの目的関数をあの最小化してくださいということで、まあ、この上の式は、まあ、β に関しては二次式なので等高線が楕円になっていますしこう制約条件のところはこういう正方形になっています。でこの内部でこの等高線と接するところなので、まあ、今回まあはこういうところに解がいくわけですね。ね で、ここに来ると β1 が0になっているので、まあ、スパースになっているということです。で、まあ、このようにこう、まあ、何がミソかっていうと、ここの L1 正息化というところをつけることによって、まあ、こういう、あの、えぇ、ー、まあ、制約条件のところが、この座標軸で尖るような形になっていて、まあ、ここの尖るところに、こう、貝があの行きやすくなるので、 まあスパースな解が得られやすくなっていると、まあ、そういうメカニズムになっています。で、えーまあ、一般的なスパースモデリングの話はここで終わりなんですが、えーっとまあ、じゃあどうやってあの解を求めますかというと、まあ、座標効果法というのを使えばよくて、まあ、すごく簡単でこの、この S というのがその軟式位置関数というものなんですが、まあ、こういう関数を 何回もこう適応させて収束すれば OK というものになっています。で、この関数がこうあるところでその0という値を取るようになっているので、まあ、こう0になると βj が0になってスパースになると、そういうところもまあこの式から見て取れます。で、ここまでが一般的なスパースモデリングの話です。 でえー、ここから、えー、本研究の、まあ、モチベーションと、まあ、提案手法について説明していきますで、えーはい。研究のモチベーションからご説明しますで。おそらくここが一番重要なスライドなので、少し丁寧に説明しようと思います。でここではその、まあ、スパースモデリングを定期的に行って、継続運用するということを考えます。 例えばあの、工場、プラントにおける品質管理というような場面では、その製造ラインの傾向を日々監視しておきたいので、その定期的に、えー、直近のデータを使って、えー、モデル化すると、まあ、推定するということが求められます。で、あ、すみません。でそこで単純にはこう、毎週のようにこう定期的にこうスパースモデリングをしましょうという感じになるわけなんですが、 まあそうすると、その直近のデータだけでやると、あのデータ数が少なくてうまく推定できなかったりとか、あるいはその以前のモデルからガラッと結果が変わってしまって、その変化を解釈するというのが非常に難しくなるということがまあよくあります。でそうすると、まあ、モデルの解釈もそうですし、その まあ、モデルの管理という意味でも非常にむあの難しくなってくるの,で、まああの使いにくいモデルになってしまいますで。そこでどうするかということなんですが、そのよく考えてみますと、その製造ラインの傾向というのは、まあ、一気にガラッと変わってしまうことは考えにくい、そのつまりモデルの変化がまあスパースになっているということがあります。でこれを活用してその安定 かつ、まあ、効率的にモデルを更新できないかというようなことを考えました。でどうするかと言いますと、まあ、前回推定した結果があるので、まあ、この、えー、前回のモデルをベースにして、えー、うまく更新してやることで、えー、現在の、まあ、モデルを推定してやろうということになります。でえーっとまあえー、もう少し、あの 技術的な用語で言うと、まあ、この前回のモデルというのはソースパラメーターというふうに呼ばれていて、でまあ、このソースパラメータを、えーを、まあ、ベ,ベースとしてまあスパースな定員学習を行ってやって、でえー、とターゲットパラメーター、これは、えー、興味のあるまあ対象のモデルですね、ターゲットパラメーターを推定してやろうということになります。で本研究ではここの、えーまあ、手法を提案して、 その有効性を確認しましたであの。いきなり提案手法なんですけれども、えーまあ、非常にシンプルで、ああの一言で言うと L1 整数化を用いたシンプルかつ効果的な方法を提案したというものです。で基本は、まあ、ここにラストの形を書いていますが、えーまあ、ラストと同様に、まあ、スパース推定を 行うということなんですが、新しい項を付け加えました。この青色の部分で、でこの青色の部分は、えーっとまあ、このソースパラメータ、その前回の結果が、まあ、ベータチルダーというやつで、このベータチルダーとの差分の L1 ノルムを追加しているというものです。ラストの場合は、まあ、ここの ベータ自身に L1 ノルムがかかっていたので、その推定量がスパースになるという効果があったんですけれども、それと同じように、こういう項を付け加えることによって、ソースパラメータとの差に L1 ノルムがかかっているので、その推定量の変化がスパースになるという効果があり出てきます。推定量もスパースになるし、その変化もスパースになる。でまあその えっと、効果の、えーえー、バランスをとっているのは、この α という、まあ、ハイパーパラメータです。で、まあ、この2つの生息化を加えて、まああの、最適化をすればいいでしょうというのが提案手法になります。であすみまあえー、っと、はい、すみまで、これをトランスファーラストという名前をつけました。 でまあ、何がいいかというのを、まあ、3つ挙げています。で第1に、その定常状態の時つまり、ソースパラメータが正解に近いような場合には、そ,のそこをあのベースとして更新することになるので、その前回の知識を転移できる、まあ、つまりま、それで高精度化が図れます。で第2に、その非定常状態の時には、 つまりそのソースパラメータが間違っているような場合であってもその生息化を制御することでその前回の知識をうまく捨てるということもできるようになります。であとまあプラクティカルにはその、えーまあ、推定量とその変化がスパースになりますのでそのモデルを解釈したりとか、まあ、管理するといったことがしやすくなるというのがあの、まあ、実践的なあのメリットにな,なります。 で、えー、っと、まあ、その先ほどの2つの生息化のところを、えー、まあ、等高線を書いてみると、その、なぜスパースな変化が、あの、起こるのかというのことをあの理解することができます。の先ほども、あの、こういう、あのまあ、ラストの場合には、その、生息化の形が、 こういうようにあの座標軸で尖るようになるのでスパースな解が得られますというお話をしました。で、ラストの場合はそうなんですが、今回の場合どうなるかというと、その制約条件の形がちょっと変わっていて、まあ、ソースパラメーター、例えばここにあったとすると、このソースパラメーターのところでも、えー、尖るようになります。で、尖ると何が起こるかというとここにが解になりやすくなるので、まあ スパースな変化が誘導される、実現されるということになります。で最適化アルゴリズムは簡単でその、まあ、ラストと同じように座標効果法を使えばあの簡単に求めることができます。この何式位置関数もあの、まあ、同じようにやっているんですが、この式位置関数が少し形が変わっていて、まあ、先ほどは0のところだけでこうステップがあったんですが、今回は 2ステップあるようになっていて、もう1ス,ステップはそのソースパラメータのところになっていて、まあ、2つのスパース性が誘導されているというようなことが見て取れます。で、まあ、この手法の有効性を、まあ、理論的な解析と、えー、もう1つは数値実験を用いて、まあ、確認しています。 理論解析に関しては、えっと、細かくはあの説明するつもりはないんですけれども、何をやったかといいますと、まあ、推定誤差の上限を評価したということで、まあ、あの今回のトランスファーラストの手法を使うと、その上限がタイトになりますよということを示しました。でまあ、もう少しあのお話しすると、このソースパラメーターの誤差をデルタというふうに置いて、 でこのそもそもの誤差がどういうふうに、えー、っとこの誤差のバウンドに効いてくるかということを見積もっていますで。このデルタはどこに効いているかというと、ここにちょっと色が見にくいんですが、まあ、ここにあって、もちろんそのソースパラメータが大きく違っていると、あ、すいません。あの間違ってあの、誤差が大きくなってしまうんですけれども、まあ、逆にこのデルタが小さいと、まあ、ラストよりも明らかに。 えっと推定誤差が小さくなりますというようなことが、あの、を示すことができました。なので、えー、っと、まあ、変化がスパースなような、あの、形においては、まあ、トランスファーラスを使うことにメリットが出てくるということになります。それから、えー、っと、トランスファーラスを、あの、実際に、 弊社のデータに適用させたらどうなるかという結果が、まあ、こちらになります。でここではあの弊社の,あの半導体製造のデータで目的関数あ、目的変数はその品質特性で、その説明変数は製造プロセスのまあセンサーデータというふうにして、まあ、あの実験を行いました。でえっとまあ、どういうふうにやったかというと、まあ、3か月分のデータ でまあ学習して、その次の1ヶ月でまあハイパーパラメータをチューニングするということをこう毎月繰り返してやって、その時にあのまあ推定結果はどうなるかというようなことをえ見ました。でその結果、この右側でして、上がラッソで、下がトランスファーラッソで、え、ー 横がこうステップですね、このステップ1、2、3を横軸にとって、回帰係数がどういうふうに遷移するかというのを表しています。で、えっと、見ていただくと、まあ、ラストで推定すると、その、まあ、毎回、こう、ガタガタとあの回帰係数がぶれてしまうんですけれども、トランスファーラストを使うと、まあ、あのかなり変化がスパースになっている、かなり安定化しているというのがまあ見て取れるかなと思います。 でちょっとあの細くて見にくいかもしれないんですが、えーっとまあ、全然こう係数が変わっていないような時期もありまして、まあ、それはモデルが全く更新されなかったということなので、えーっとまあ、全然あの更新の手間はかかりませんし、まあ、変化しているところであっても、一部の変数が変化しているということになっているので、その、まあ、少数の,あの変化だけを まあ確認すれば良いいと,いうことになりますで、まあ、このようにこうラストでやると毎回こうモデルが更新されるので管理者としてはその,その精査とか確認が大変なんですけれども今回の方法を使うとその差分が前回との差分がハイライトされて、まあ、解釈とか運用がまあかなり効率化されるようになります。で、えっと まあこちらはそのハイパーパラメーターの依存性を評価した結果で横軸にこうラムダを取ってえまあアルファを0から1までいろいろ変えたときに回帰係数がどういうふうに変わるのかというのをえ可視化しています。でまあ基本的にはこのラムダとかアルファというのはまあ交差検証を用いて決定するということになりますがえっとまあ回帰係数の 変化というのを見てもらうと、えーっとまあ、その回避係数がゼロのところとか、まあ、ソースパラメーターのところであのトラップされやすくなっているというのが、まあ、見て取れるかなというふうに思います。はい。で、以上であの研究のまとめです。 あの本研究では L1 潜伏化を用いたあの理論保証付きの転移学習法というのを提案しました。で、えー、っと、まあ、そうですね、あの機械学習というよりは、統計に近いような話を、すみません、話かもしれないんですが、そのまあ現場でそのモデルの運用に課題があって、その運用を安定化、効率化する方法を考えたというものになっています。 シンプルであの使いやすい方法かなと思いますのであの、ご参考にしていただければ幸いです。はい、以上、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。えー、では、えー、ご質疑、えー、ご討論の時間に移りたいと思いますが、どなたかご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃれば、えっ、ー、と、挙手のマークでリアクションを。 していただければと思うんですが、知らないかな。あ、あじゃあ松崎先生よろしくお願いします。はい、えー、高知工科大学の松崎と申します。大変興味深い発表ありがとうございました。えっと,えっとスライドの16ページでその誤差が。 えー、今回のものであの、ソースパラメーターによっては良くなるよと、まあ、素晴らしい結果だと思うんですけど、計算コストの観点でいうと、まあ、かなり優位性高いと思うんですけど、その辺の実際の実験結果ってございますでしょうか。えっと、計算コストという面で言いますと、えっとえー、ラストとトランスファーラストの、えっと、計算コストはほとんど変わりません。でえっと、ただし、ハイパーパラメーターが一つ増えているので、 えっと、その分計算あのを何回もやるということになるんですが一つ増えているのはアルファというパラメータなんですけれどもそのこれは0から1の間を取ってあ,のあまり0.1刻みとかで変えてもあの結果にあの影響がほとんどないということが確認できているので、まあ、あの5つぐらい振ってやればあの実践的にはいいのかなと。 いう形なので、まあ、あの通常のラストと比較すると、えっとまあえっと、この α の、えー、振,る振り方によって、まあ、例えば5倍とか、まあ、それぐらいの、まあ、計算コストがかかるようになるかなと思いますただし、まあ、これあの普通に並列化できますので、まあ、並列化すると同じ、えー、っと計算コストになるかなと思いますあ,、はい、ありがとうございましたありがとうございます 高田さん、今のこのスライドで私ちょっと分かっていないんですが、トラップされやすいというのは具体的にどういうものでしょうはい、えー、っと、ちょっとすみません、ちょっと分かりにくいんですけれども、えー、っと、実はこれ、えー、っと、まあ、回帰係数がこう、例えばこの真ん中上の図を見ていただくと、回帰係数がまあラムダというパラメータを変えたときにどういうふうに遷移するかというのを表しているんですが、その、 ここの一番上のところとかを見ていただくと、実はこの、えー、っとなんか一直線になっているところは、その前回の結果がこの回係数が3になっていて、でラムダをいろいろ変えても、ここの3のところにとどまり続けるんですね。で、この α を、まあ、0.75だとこうですけど、もっと小さくするとよりそういう作用が増えていて、そのソースパラメータ。 のところまあ、前回の結果が3とか 2. いくつとかになっていたところにあのラムダをいろいろ変えてもずっととどまり続けるので、まあ、つまりそのラムダをいろいろ変えてこ,う何でしょうこれがガタガタしているとその、まあ、パラメータの依存性がめちゃくちゃ大きいのであのかなり不安定になるんですけれども、まあ、こういうふうにピッとこう安定しているのでそのラムダ まあ、ハイパーパラメーターへの依存性があまりなくて、しかも、まあ、その一定値にとどまるところがあのソースパラメーターのところにとど、まあ、まっているというようなところが、まあ、あの確認できるかなという意味で、こ,うあの,この図をあの貼っていました。なるほど、分かりました。ありがとうございます。えー、っと、えー、石橋先生ですかね。あえー、お願いします。 よろし国際キリスト教大大学の石橋とと申ししまます興味深いい変ありがとうございましたあの安定ということで大変あの面白かった。でちょっとすみません、あのその安定という観点でいうと、なんかシステムの変化っていうのが仮にグラジュアルなものだとすると、その変化量に対する制約条件はラストじゃなくてリッチっていうのもありうるのかなと思うんですが、まあ、そうしたところで結局あのモデルが複雑になってあまりいいことないっていうこともあるんですけど、なんかそういうこう、 グラジュアルな変化に対してリッで制約をかけるという考え方とかいうのはありでしょうかあえー、っとはいありがとうございます。あの非常に良い観点かなと思っていましてあのおっしゃるようにえー、っと今回はスパースな変化が起こるというふうなまああのことを想定すれば今回のようなトランスファーラその,あのここ あのラストっぽい L1 で接続はかけるというの意味が出てくるわけなんですがその変化があの徐々に起こるというのを想定するとここはおっしゃるように L1 じゃなくて L2 でかけるという方がベターだろうなというふうに思います。であの今回あのこういうふうに L1 ドルムを使ったのはまあそういうふうに仮定したからというのもあるんですがその、えー、っとこういうモデルを運用する上でどういう 風ふうにするのがまあ効率的かなというのを考えると、その全然変わらなければ、またそれを確認する必要がないので、まあ、そ,その分あの効率的にこう運用できるという意味で、まあ、あのできるだけこう効率化しようと思うと、なんかあまり変わらないあ、えっと、全然変わらないっていうものがあった方がいいかなというところで、あのまあ、こういった定式化にしているということです。でここを立地にするという方法も、はいあの もちろん考えられると思います。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ではそろそろお時間ですので、えー、っと高田さんのご講演ここら辺までにして、えー、っとお次のご講演に移らせていただきたい,と思います。